どうも、PDR さんです。この前、子供向けコンテンツ終了のお知らせの動画を作るときに、インスピレーションが必要だったので、同じの動画を軽く見たんですけど、とにかく、で下ネタが多い。何してんの？皆さんは、同じが1本の動画で、どれだけで下ネタを使うのか気になったことありませんか？沢尻容疑者の言葉を借りると、別に。ということで、今日は、オナキンが一本の動画でどれだけ下ネタを使うのか検証していきたいと思います。誰も求めてない動画に命削るとかバカじゃねえの？動画の初っ端で死にたいかお前！お前、黒木だろ！いえ。では、下ネタを数えていきましょう。はい、ローション、頭の握り、オナキン&セックス。最近、自己満コラボがついに発情、激エロを見ていきたいと思います。21分18秒。これは生きて戻ってこれないかもしれないので、もし PDR さんが亡くなりましたら、PDR さんのお金と所有物はすべてミーメイに残します。じゃあ、やりましょう。サングラスを AV サングラスでノリノリな悪魔でタヌキ天が肛門スファケナヨローションどんだけ使うんだよ。まだ1分2秒しか経ってねえだろ。レッドチンチン大切なとこエロティックなエロい飲みてえなこんなうまいやつセックス夕食ポンで出てもいい感じになったねお何食ピョーン黙ったらじゃんけんで取り合いになるの村村しょうがで出たらやばいマンコシュッ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 シュはい、終わりました。33時間7分間以上はかかったと思います。誰も求めてない動画のために体張るね。数字を発表していく前に、大体は合ってると思うんですけど、100% 正確ではないので、ご了承ください。やってる間に何回も発狂したもんね。その上似てるで下ネタが結構多かったですね。これ。何？これ。お何？とこれ。おなり。の区別に結構苦戦しました。同じで下ネタの別バージョン？では、始めましょう。お、まずは、残念なお知らせがあります。何？こちらの動画で。まあ、2、3ヶ月貯めてるからね。は、1回も使われませんでした。マジで？はい、ではまず、この動画で、ヒカキンが何種類の効果音を使ったのか、発表していきたいと思います。ドラムロール。33時間7種類。普通に多くね。続きまして、ヒカキンがこちらの動画で最も使った効果音トップ5。That's not funny! 5位は、こちら。なんだこの自己満コマン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 動画。使った回数、10、8回。That's not funny! は、こちら。セックス。使った回数、4、5回。That's not funny! は、こちらチンチン使った回数5106106100回。使いすぎだろ。 That's not funny! はこちらメッサムラムラ使った回数7109万5110。 That's not funny! そして1位はこちらお何使った回数なんと116。はあ、
そして最後にオナキンがこの動画で使った下ネタの数の合計は、ドラムロール、イレブン、6億169万6100回。2,3 秒に1回効果音が入る感じですね。なぜそんなに見てるキッズが飽きないようにやってるんじゃない？はあ。はい、今日分かったこと。オナキンの動画は、下ネタが多い。そんなもん前から分かってたことだろう！ということで、PDR さんの意味のない、誰も求めてなかった努力にぜひ高評価お願いします。じゃ。ちなみにこちらが下ネタの数を数えたシートですね。裏にもあります。さらに足りなかったんで、もう一枚あります。やばいよね。チャンネル登録よろしくお願いします。こうやったらベルトタイグしてみてください。オナキンの動画を見てる皆さん、皆さんは下ネタ気になりますか？それとも全く気にならないですか？それとも今まで気になったことなかったけど、この動画を見てから気になるようになってしまいましたか？すいません、もしそうでしたら。でもその場合は PDR さんの動画を見ましょう。あと昨日ごよこチャンネルで動画出したんで、それと前回の動画はぜひぜひチェックしてください。では。